既存の学校では子どもを中心に据えるって言いながらなかなか中心になっていなくて、学習内容や社会の要請みたいな部分が子どもをそこに従わせていくような教育が中心になっている。でそれに対して、子どもの関心や子どもの体験自体を重視してでそこから子どもの自由な発想を生かし子どもたちの体験から学びに結びつけていく、そういう教育が自由な教育になると思います。子どもたちはスタッフである大人たちに見守られて生活をしていきますし、放任ではないので、学びの中にいろんな要素を、大人の側が準備をして、その中で子どもたちが自然に関心を持って取り組んでいくことになるんですけれども、和歌山の紀伊国子どもの村学園では自分も3回ほど見学をしたことがあるんですけれども、まさに外部見学者はこんなに遊んでていいんですか、いつ勉強してるんですかっていう質問が毎回のように出るんですけれども、その遊んでるような活動体験自体が学びで、その中にいっぱいこの大事な学びの要素や気づきが入っているので、ですから結果として子どもたちはもう学習指導要領に書いてあるような内容も十分クリアしていきますし、安心した環境で、見守っていけると思います。子どもたちが子どもたち自身でいられるっていうことが大事ですね。残念ながら既存の学校では子どもたちがいろんな学校の基準や社会の基準に無理やりというか当てはまるように押し込められてしまうの で、むしろ子どもたちの関心とか友達関係とかそういう自然な中で子どもたちがまさに自分の関心を生かして子どもたち自身の生活、子どもたち自身の生き方を生きられるっていうことが特色だし、素晴らしいことだと思います。この学校は行政が作ってくれるわけでもないですし、あるいは誰か大スポンサーがいてその大スポンサーが資金を出してくれて作るわけでもなく、まさに自分も含めた一般市民、保護者の地域の方々がみんなで作り上げるもので、地域とともにそして皆さんと一緒に作るまさに市民立の学校だというふうに考えてますので、皆さんの協力をいただいて素晴らしい小学校を作れたらなという思いでいます。